こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張るジムの関田です。今日は巻き肩の人が、ポーズを取る時のコツとしての練習方法と、逆にポーズをついて巻き肩を解消する、練習方法について、お伝えしていきます。このチャンネルはグループレッスンではなかなか聞くことのできない細かい体の使い方やヨガの少し深い内容について、話していく内容となっております。さて、今日、巻き肩についてですね、巻き肩の人、まあ、肩がこう巻いて前に入っちゃってる人で、この状態で、まあ、巻き肩なんで巻き肩をこうなんとかしようとしてこう意識することは多いんだけど、結構多いのが、まあ、胸を開こうとする意識はあるんだけど、背中の筋肉をしっかり使えていないということが多いです。逆に言うと、巻き肩の人が、巻き肩を解消したりとか、ポーズをするときには背中の筋肉をしっかりとこう使っている意識っていうのを持つのが大切になってきます。巻き肩の人が、練習するときなんかだと、結構この状態からこう胸をこう開こう、頑張ってこう開こうとしてお腹の力を抜いてしまって、背中を使っているというよりはこうただ腰を反っちゃってるイメージになることが多いです。しっかりとお腹を力を入れた状態で、胸を開くんですけど、その時に最初肩が巻いてるんで引っかかる、こういう感じで肩が引っかかっちゃうことが多いので、しっかりと、使い方、説明すると、脇肩の人がポーズする時に一回肩を上腕を内旋します。上腕を内旋して、内旋したまま肩甲骨を寄せてください。そこから外旋して開いて背中をしっかり寄せて肘を戻すっていう風にすると、胸の開いた状態っていうのが作りやすくなってきます。さっきみたいにこう胸を開いた状態を作るときも一回入れて寄せて開くと、しっかりとこう背中の筋肉を使った感覚っていうのが意識しやすくなってきます。でこの時こう手と手を使うコツとしては、上腕同士を寄せ合うようなイメージで意識すると、背中の筋肉っていうのを使っている感覚っていうのは作りやすくなってきます。なので胸のストレッチですね体がこう肩が前に行くので胸のストレッチしてこうやってこうなかなか伸びづらいぞっていう場合、この時に壁に手をついている側の上腕とこっち側の上腕をぐっとこう引き寄せるようにすると、でこの時腰をこう腹筋を抜いたとこ腰を反るので、腹筋はちょっとお腹には力を入れます。お腹に力を入れたまま上腕と上腕を近づけるような感じで伸ばしてあげると、胸が開いてこう背中の筋肉を使ってるって感覚、この辺の筋肉の感覚が養われるので、巻き肩の人はまずは基礎練習をしてこういうことを始めてみてください。で今の基礎的な感覚をちょっとコブラのポーズに当てはめて考えてみましょう。巻き肩の人が、コブラのポーズをやった時なんかに肩が前に入ってるんで、このままこう上げちゃうとこう詰まった感覚、首の骨が詰まった感覚になりやすいので、最初どうすればいいかというと、さっき立ってやった練習を、コブラのポーズでやっています。上腕を内旋してそのまま肩甲骨を寄せます。そのまま外上腕を向き外旋して肘先を戻して、でこれで背中の筋肉上腕同士を寄せたような感覚を作ります。でこのまま一回、バッタのポーズ、シャラバーサンですね、してぐっとこう上体を持ち上げて背中の筋肉をしっかりと使ったら、肘を曲げて手のひらをついてからコブラのポーズに入ってあげると、背中っていうのはもう意識しやすくなっているので、ただ普通にやった時よりも胸が開く感覚、背中を使った感覚っていうのは感じられるようになるので、まずは腕の使い方、上腕の意識ですねを試してみてください。では今度は、橋のポーズをついて意識しましょう。足のポーズをするときに、巻き肩の人はこう入ってしまっているので、このままこう肘で押してこう、あんまりこう胸が上がらずに腰を反ってしまうということが起きやすいです。でこのときポイントとしては、肘で押すのではなくて、上腕全体です。上腕全体で押すようにしてください。肘で押すと肩が浮いてきたりとか、こうあまり腕ぐらいしか力が入らないんですけど、上腕全体で押すようにすると背中にちゃんと力が入ってきます。でお腹に力を入れた状態で上腕で押すと背中に力が入って胸が持ち上がってきて、でちなみに言うと足の裏はもちろん押すんですけど、太ももの裏で、地面を押すようなイメージにすると
上腕部分とここ根元根元ですねを押す感覚になるので、しっかりと背中が寄って、胸が持ち上がっている感覚作れるようになってくるので、このポーズの練習自体が胸を開く、ことなんかとつながってきます。なので好きなポーズとかやるときなんかでもこの状態ですね、この状態するときにこう手のひらというは上腕で押すような感覚にすると、もうちょっとこう背中の感覚っていうのはイメージできるようになってくるので、これを背中とこう手のひらとかこう手がうまく力が入らない背中が動かないという場合は上腕を意識して動くと背中に刺激が入れやすいので、もしちょっとちなみにの話なんですけど、これなんかもちょっと上腕を意識するように気にしてみてください。足のポーズが意識できたら結構練習として効果出しやすいのは横向きの足のポーズですね。この横向きの状態でこれは結構効かせやすいです。でこの時に手で持っていくんじゃなくて上腕同士を寄せつつ後ろに持っていく、肩から肘の間ですね、こう持っていくようにすると背中の筋肉が活性化するようになるので、手でただ持つだけじゃなくて上腕の動きを意識して背中に刺激を入れるようにしてみてください。仰向きでやると、これを横向きでやってるイメージですね。でこの時も手で意識するんじゃなくて引っ掛けた状態であくまで上腕を意識すると背中の感覚っていうのは、大変作りやすくなってきます。で実際の練習で考えた場合だったら、今のポーズなんかは少し難しく感じる人もいると思うので、ワイドポーズでやってあげると、大変意識しやすいです。手の状態、形は、こういうサボテンの状態、両足を揃えた状態とこう手はこういうサボテンの手って言います。この状態を作ります。この状態を作ってただただ開いた場合だと肩が、巻き肩の人は特にこう肩が引っかかってしまいます。でこの時にこっちの手は、このまま上腕で、床を押しててあげればよくて、でこっちの手はですねこうそのまま上腕をこう押してあげてもいいんだけど、引っかかる人なんかはさっきみたいに一回入れる、上腕内旋、そのまま肩甲骨寄せる、外旋から肘を曲げて、これで上腕同士ですね、右手、今左開いてるんですけど右手の上腕とこう押し合う感じを作ると背中の筋肉を使う、そして腹筋には力が入ったまま胸が開くっていう巻き方の改善のために必要な要素が全部入ってくるので、このワイのポーズの中で体の使い方を意識しながら正しい刺激を入れてあげてください。巻き方のせいでなかなかこううまく取れない苦手なポーズがあるっていうのはもちろん疑似としてはあるんですけど、それよりはちょうどその苦手なポーズっていうのは巻き方から改善のためのこう新しい使い方を得るための大変良いきっかけになるものとして捉えていただいて、やらなくなったからポーズが初めて取れるというのではなくて、自分にとってのチャレンジポーズを、すること、そういうポーズに取り組むことによって、今ある体の症状がより良いものになっていくということを意識しながら練習していただくと、いろんなこう気づきとか発想が生まれてくるので、ぜひちょっとその辺頭の片隅に置きながら練習していただけると大変嬉しいです。もちろん自分だけではなかなか気づきづらいこともあるので、もし迷った場合はパーさんこちらでスタジオまでお越しください。ぜひ2人で相談しながら自分のこう新しい感覚っていうのを見つけていきましょう。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなります。また次回ですね、お会いしましょう。